はい、こんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテム、キャップです。シュプリームのキャップです。素材何も書いてないんだけど、触った感じは綿な感じがしますね。で、裏地に、裏の素材がですね、ニット芯みたいなものがこう貼ってある。お洗濯表示ついてないです。素材表記もついてないです。シュプリームっていう赤いタグがついているだけですね。全体的に相当黄ばんでいます。相当黄ばんじゃってる。これはね、匂いからしてタバコなんですよ。タバコのヤニがついて、黄ばんでしまってます。型崩れしないか心配なんですが、でももうこの状態では使えないというふうなお客様の判断からですね、今回はリスクを伴う作業でも何でもいいので、とにかく修正してほしいというふうなご依頼でお預かりしておりますので、綺麗なライトグレーに、霜降りのライトグレーに戻るようにですね、頑張ってやってみたいと思います。その可能性十分あると思いますね。シュプリームもったいないですよね。もったいない。はい、シュプリームの仕上がりがこちらになります。綺麗になりましたよ。全体的に黄ばんでいたのがですね、すっきりと綺麗になりまして、触った感じもですね、なんかサラサラしていい感じです。何一つ望ましくない変化が生じることなく、黄ばみだけをきれいにすることができております。つばの形も全く型崩れしてないですしね、そのニット芯が貼ってある部分も何の問題もございません。ブランドのタグも問題ないですし、このシュプリームのおなじみのボックスロゴに関しても何の問題もないですね。非常にいい感じにきれいになったと思います。汗とか皮脂とか、そういったものが酸化して黄ばんだんじゃなくて、匂いがタバコでしたから、やっぱりタバコの黄ばみ、タバコのヤニによる黄ばみだったと思います。匂いもね、いい感じに取れました。いい感じです。大丈夫です。お客様のご依頼によって、当店の YouTube チャンネルが成り立っております。同じようなシミでお困りの方にですね、見つけて、ご相談していただきたいなというふうな思いで、ご紹介させていただいております。自分のも同じように汚れてるシミがある、こんな風に綺麗になるんだなんていうふうにね、事例実績、成功事例を見てお問い合わせしてくれたら嬉しいなというふうに思っております。概要欄にホームページリンク貼ってありますので、お気軽にお問い合わせしてみてください。お問い合わせフォームからの問い合わせよりもですね、実は LINE の方が便利です。お洗濯表示の写真を撮ったり、お洋服全体の写真を撮ったり、それからそのシミの部分をアップで撮ったりね、写真を撮って LINE で送るってすごく簡単なので、ホームページに LINE の QR コードを貼ってありますから、そちらで LINE で問い合わせしていただくのがですね、今一番多いお問い合わせ方法です。メールでのお問い合わせフォームからも LINE も多い、めんどくさいというふうな方はですね、電話でも全然大丈夫ですので、電話でお問い合わせしてみてください。今 YouTube の動画を撮って編集して、公開している私はですね、武田クリーニングの店長の武田真一でございまして、私自身がですね、お預かりし、シミ抜きをし、そして、動画を撮って、YouTube にアップしておしゃべりしておりますので、お問い合わせしていただいても私本人がお電話でお話しさせていただきます。お気軽にお問い合わせしてみてください。それではまた次のシミ抜きでお会いしましょう。武田クリーニングでした。